こんばんは。アップマインドへようこそ。穏やかに一日を終えるための夜の瞑想を始めましょう。考えすぎる心と脳を休めて、一日の疲れや緊張を緩めることができます。お休み前にこの瞑想を実践することで、睡眠の質が高まり、翌朝すっきりと目覚めることができます。座って行っても、ベッドやソファーの上で横になって行っても構いません。あなたが一番安心してリラックスできる場所と姿勢で行ってください。準備ができたら、軽く目を閉じて体に意識を向けていきましょう。体の心地のいい重さを感じ、マットや椅子と触れ合っているところを感じます。考えることを手放して、体の感覚をただ感じ取ってみてください。体が安定してきたら、ゆっくりと呼吸を深めていきます。吸う息は鼻で行い、吐く息は鼻からでも口からでも構いません。息を吸いながら、新鮮な酸素、生命力を内側に取り入れ、ゆっくりと息を吐きながら、緊張やストレスを手放していきます。息を吸うたびに、新しいエネルギーが体の奥に流れ込み、体全体が満たされていくのを感じます。息を吐くたびに、肩や背中、首の後ろ、頭の力が抜けてリラックスしていきます。呼吸するごとに、体と心が満たされリラックスしていく、そんなイメージで今この瞬間の呼吸を味わっていきます。ここから少しの間、心の中で吸う息、吐く息のリズムをカウントしてみます。息を吸って2、3、4、息を吐いて2、3、4、5、6。余裕がある人はカウントを引き伸ばしても構いません。吐く息を少しだけ長くすると、体の力が抜けてリラックスしやすくなります。自分のペースで呼吸のリズムをカウントしていきましょう。ゆっくりと息を吐くごとに、おでこ、眉、口元の力も抜けていきます。リラックスした感覚がさらに全身に広がっていきます。顎や唇、喉、肩の力も抜けていきます。左右の肩から腕、腰やお尻、両足の力も抜けてリラックスしています。左右の手先、足先に流れる温かい感覚、両手と両足がだんだんと重くなっていくのを感じます。気持ちのいい呼吸を味わいながら、体の中にある温かさやリラックスした感覚をただ味わっていきましょう。もしも緊張しているところやリラックスできないところがあっても大丈夫です。無理に変えようとせずに、そのことにただ気づきます。体全体やその部分に呼吸を送ってあげるようなイメージで、気持ちのいい呼吸を味わっていきましょう。自分のペースで呼吸のカウントを続けていきます。
息を吸って2、3、4、息を吐いて2、3、4、5、6。体と心が落ち着いてきたら、カウントするのをやめて、ただ流れていく呼吸を眺めていきましょう。今、どんな呼吸をしていますか？今、この瞬間の呼吸の感覚を、ただ観察しています。息を吸うとき、体のどこが動いていますか？息を吐くとき、体のどこが動いているでしょう？呼吸が胸やお腹のあたりに入ってくるのを感じているかもしれません。呼吸によって体が波打つ感じや、背中や首のあたりがかすかに動いている感じにも気づくかもしれません。吸う息で膨らんで、吐く息で縮んでいく胸やお腹が上下している感覚、自然に繰り返されている呼吸の感覚を優しく感じ取っていきます。ただ呼吸の感覚に気づいています。今の自分の体と心を観察していきます。瞑想を始める前と比べ、どんな変化があるでしょう？いつも眠りにつく前に、日中リラックスしたいときには、ぜひこの呼吸への意識を思い出してください。夜に定期的にこの瞑想を実践することで、体と心が安定し、睡眠の質も深まっていくはずです。目を閉じたまま、ゆったりと深呼吸を繰り返します。最後に5呼吸、マインドフルに呼吸を観察していきましょう。吸う息の感覚、吐く息の感覚、今の優しい気持ちのまま瞑想を終わっていきます。見え方や感じ方にどんな変化があるでしょうか？意識的に何もしない時間を取った自分自身を褒めてあげましょう。今日も瞑想をご一緒できたこと、感謝します。本日も一日、お疲れ様でした。